逆風に立つ山川の再起を支援してくれる人もいる。母校富士大の元監督で恩師の青木久典もその一人だ。一連の不祥事が世に出る直前の5月に山川から一本の電話を受けて、後日騒動の大きさを知った青木氏は電話の感じから何かあったんだろうなとは思いました。彼は彼なりに僕に心配をかけまいと思って連絡してきたんだと思いますと当時を振り返った。そして僕はあれだけの才能を持った人間に野球をやめてほしくなかった。どんなことがあっても野球だけは続けろととも述べ、謹慎期間中に説得し続けたことを打ち明けた。ネット上には西武ファンの辛辣なコメントばかりでなく、獲得調査を続けるソフトバンクを応援する高藤からもブーイングを浴びせられるなど異例の FA 宣言となっている。山川を歓迎しない声が複数上がっている。そうした中、山川の母校富士大学の元監督青木久典氏が放った発言が議論を呼んでいる。山川の恩師でもある青木氏はトースポの取材に対して、こんな言い方をしてはいけないのかもしれませんけど、聖人君子ってごくわずかだと思うんです。彼も大きな過ちを犯した、そこはしっかり謝罪して制裁を受ける、その上でまたチャンスをいただけるのであれば恩返しをしてほしいと擁護。 SNS やネットでの反応を見る限り、違和感を表明する声が殺到。女性問題による山川のネガティブなイメージはまだまだ払拭されていないようだ。恩師の青木氏まで思わぬところで巻き込んでしまった山川だが、どの球団に進もうと結果で批判の声を跳ね返していくしかなさそうだ。野球選手に限らずプロ選手が貧困法制な聖人君子だとでも思ってんのか。頭の中お花畑だな。聖人君子はごくわずかでも、山川ほどのやつもごくわずかだぞ。多分誰もプロ野球選手イコール聖人君子などとは思っていないと思いますよ。酒に酔って暴れ出す人もいるだろうし、山川選手の行動においてその反省と謝罪のやり方に違和感を覚えるのですよね。謝罪する相手は被害に遭われた方であり、迷惑をかけた西武球団とライオンズファンであるはずですよね。あのスポニチに掲載されたコメントを見る限り、謝罪の相手と実際の山川選手の行動とが全く一致していないのですがね。まさか富士大の監督さんまでもが今回の山川選手の FA 移籍に肯定的な見解を示すとは思いもよりませんでした。山川選手がしたことは聖人君子な人などそんなにいるわけがないという言葉で片付けられるボーダーラインを超えてしまってる行いだと思いますが、女性の一生に残る傷を心と体に与えた人です。聖人君子ではない人でもそんな行為をする人はなかなかいません。大谷選手が子供たちにグローブを送ることと真逆のことをしてる。女性ファンが離れる原因を作ってる。批判している人は聖人君子なんでしょうね。有名人はダメで自分はいいの発想。知人が示談金2億を要求。山川は合意の上でのことと拒否。さて、不倫は悪いが代償に2億、不思議な話だ。西武の契約提示が弱すぎた。いらないという意図を感じられるし、遠慮なく出ていくだけだろう。西武の契約提示が弱すぎた。不祥事を起こして球団に迷惑かけ、試合出場も今季ほぼなし。そんな選手にアップ提示なんかしたら他の選手、スポンサー、ファン全てに示しがつかない。また不起訴になったとはいえ、球団への虚偽報告から始まった今回の一件、相手女性から民事で今度は訴えられる。新たな他のスキャンダル発覚なども警戒したら、今年の複数年提示なんかできるはずがない。逆に一部報道であるようなソフトバンクの年俸5億の4年契約の方が上記してる。以前からあったタンパリング疑惑含めて、あんなものソフトバンクは勝つためならコンプラなんかクソくらえ。勝てばどうせお前ら手のひら返すんだろうと言わんばかり。よくこんな印象悪いこと平然とやるなと唖然としたわ。山川穂高さんのことは画面を通してですが拝見していて好感を持ってましたし、 WBC での活躍や明るいお人柄も感じ、これからの野球界を担っていかれる方だろうと期待していた分、本当にがっかりでした。裏切られたに近い感じでしょうか。確かに聖人君子はごくわずかでしょう。でも彼は野球選手という時には国を背負ってプレーもする人です。子供たちのお手本になることをしてほしい。これで高い年俸でどこかで当たり前のようにプレーすることは、子供たちにも世の中そんなものかと思わせそうだし、本人も自分のやったことを軽く考えていきそうです。ソフトバンクは小久保新監督になり、美しくをスローガンに掲げてます。山川穂高選手獲得は美しくないと思います。顔も名前も見せずに批判をする人の方がどうかしていると思う。山川選手は名前も出て、やってしまったことも世間に出て、仕事で処分も受け、顔も知らないたくさんの人からの批判も受け、そして FA 宣言してさらに批判を受け、やったことがどれだけのことかなんて本人が一番自覚している。
それで迷惑をかけた人たちにそれなりの対応をしているはず。少なくとも顔も名前も出さずに批判をしている人に山川選手は迷惑をかけていない。それは間違いなく言える。別にどんな選択肢を山川選手が選んだって彼の人生だし、それを尊重するだけじゃないのだろうか。それを金田義理だのと関係ないのに批判するのはおかしい。批判をするなら富士大のこの監督さんみたいに顔も出して名前も出してコメントしたら良いと思う。プロ野球選手ってある意味夢を売る職業じゃないですか。ファンの方に球場に来てもらい、そのファンのお金で収入を得るだったら、裏切られたファンの方々が文句を言うのも仕方ないことかと思いますが、批判してる全ての人がファンとは限りませんが、野球ファン、特に西武ファンの方々は本当に裏切られた気持ちがあると思いますが。批判してる人たちは誰も聖人君子であれとは言ってないんだよね。あれの件は不起訴だし、他の人がいろいろ言ってるから置いとくが、山川も30過ぎたいいおっさんなんだし、社会人としてそれなりの立場だし、立場に応じた責任というのがある。 FA の手続きとかに関してもそういう責任とかから逃げてるから批判されてるわけ。宣言するにしても、本来なら球団事務所に自ら赴いて書類を提出し、そこで記者のぶら下がり会見等で説明をする。それすらしないで残業時間帯に代理人が書類提出し、自分は論理破綻してる意味不明な文書だけ。そりゃ炎上するわ。やらかしてしまったところまでは聖人君子ではない、でもそやな、だけどそこから迷惑かけっぱなしで同一リーグへ移籍はそういうレベルの話じゃないわな。こんな言い方をしてはいけないのかもしれませんけど、聖人君子ってごくわずかだと思うんです。彼も大きな過ちを犯した。そこはしっかり謝罪して制裁を受ける。その上でまたチャンスをいただけるのであれば恩返しをしてほしい。聖人君子云々の問題ではない。不起訴処分になったとはいえ、女性とトラブルになったのは事実であり、相手側も嫌な思いをしたから警察に訴えたんでしょう。それを聖人君子ってごくわずかって軽い言葉で片付けるべきではない。こうやってかばうこと自体逆効果だと思います。西武の松井監督が言うように、結論だけ言えば選手本人の権利としか言えません。でも社会の常識として不倫というのは受け入れづらく、普通の企業であっても会社自体のイメージダウンになりますし、人気商売であるプロ野球球団ならなおさらでしょう。だから西武球団は解雇にしないまでも実質的な無期限謹慎と、報道ベースですが大幅な減額を提示したのでしょう。社会と照らし合わせても当然だと思います。山川選手も全国のファンや西武球団、そして獲得を検討している球団も批判を覚悟しないといけません。だから恩師の方も、山川選手に愛情があるなら静観された方が山川選手のためになると思います。野球を続けさせたいなら西武に残り原本を受け入れてやればよいこと。聖人君子など誰も望んでいないが、自分が犯した罪は不起訴であろうとなかったことにせず、しっかり反省の上社会人としての振る舞いをしてほしい。野球の才能だけで特別扱いしようとするから、勘違いする野球選手が後を絶たない。他の選手だって女遊びをしていないとは思わない。だけどそれは基本的に表に出てこない。相手の女性が割り切ってたり、相応の返礼をしたりしてうまくやっている。相手の女性から訴えられて警察の捜査を受ける人間の方がごくわずか。指導者なら道を違えた教え子に正しい道を示せよ。なんといっても人気商売、聖人君子であれとは言わないけれど、社会人としての良識は持ち合わせないといけないだろう。グラウンドの成績だけで高年俸をもらえるわけではない。恩師からは擁護ではなく反省を促す方が良かったと思う。誰もそんなことは思っていないし、そんな人間はほぼいない。ただ FA するのは勝手なんだが、よくわからないことを言うから叩かれているんじゃないですか。普通に FA しますでよかったと思うし、ギリギリまで粘る必要すら感じなかった。いやいや、1年セーブでプレーされるならどうぞ FA してくださいって感じしか個人的には思わなくなっていたので。ここまで騒がれているのは聖人君子でなかったことによるのではなく、その後の対応が拙かったことにあると思う。西武的に歓迎されるかはともかく、とりあえず残留すれば風当たり弱くなったろうし、宣言するにしても早めに宣言して、変な言い訳をしなければ今ほど言われなかったでしょう。西武に残留しなかったのは、もう来年以降だと大型契約が望めなくなると自分で思っていたか、主力のチームメイトから歓迎されていないという空気が伝わってきたかのどちらかでしょうか。言っちゃ悪いが、このケースの場合特に恩返しするの西武じゃないの。ソフトバンクに移籍してソフトバンクに恩返しでもするのか。だからやってることが叩かれるのさ。散々今まで西武に砂かけるようなことして。聖人君子ってごくわずかだと思うんです。世間は聖人君子を求めているのではないんです。普通の人でいいんです。普通の人はこんな女性問題起こしませんよ。そこを勘違いしてますね、恩師は。また恩師ならきっちりファンや世間に謝罪し、西武球団に恩返ししてからやり直せと言うべきではないですか。特に野球選手に聖人君子を求めてないし、むしろプロ野球選手が一般人よりずっと非常識ではないかとすら感じてる中でも、山川の
不祥事は許されないことだよ。記事がどこまで本当かわからないけど、恩師の発言には疑問だな。そもそも野球指導者は偏った人が多い印象だからね。山川の場合おそらく残留してても叩かれてるんだよね。ならさっさと移籍した方が良い。同じマイナスイメージなら少しでも条件の良いところに行くべきだろう。子供たちとかみそぎとかくだらん、自分の価値を少しでも認めてくれるところに行った方が山川にとってもプラスである。西武は育成はうまかったが、最近は渋沈、かつ外国人補強も有効ではなく、球団の環境も12球団ワーストクラスと良いところはほぼない。金払いが悪い、優勝できない、環境も悪い球団なぞ誰も行きたくないだろう。ブラック球団としての悪名は高まったのでは。野球を続けることを批判されてるってより、 FA 行使の仕方、行使までの長さ、行使した時間、コメント、それら全てに微塵も誠意が感じられないからこうなったんじゃない。確かに彼は謝ったことをしましたが、不起訴処分となったのです。西武に残るべきとか早々と出て行ってくれとか、極端に意見は分かれています。その中で本人がどちらかに決めざるを得ないのですから、今後は野球と生き様で反省の結果を見せるほかはない。彼から仕事である野球を奪うことは誰にもできない。球界の大物でもっとひどいことをして球団に解決してもらった人がいませんでしたか。相手によって不問としたり批判を続ける根拠は何なのでしょうか。酒は飲み方を間違えると人を狂わせます。危なげな男性に誘われて美味しい料理とお酒だけで終わるわけがない。ついていく女性にも隙がある。山川選手は責められて当然だが、責められるべきは彼だけではない。批判を覚悟で試験を言わせていただきました。プロなんですよ。表舞台に立つ人は厳しい目で見られてるんですよ。それだけじゃないんですか。成功者は何やってもいいわけではないですよ。外野がとやかく言ったって必要であれば使うんだから、この問題はもういいんじゃないかな。女性軽視だなんだって騒いだところで、球団は何とかしようと思っての獲得話でしょ。万人に愛されなくとも、いくらイメージが下がっても勝てば官軍だよ。チームってもんは誰だって生きていくためには藁にもすがる思いで食らいつくでしょうに。昔から FA したら悪人みたいな風潮が多すぎる。野球関係なく一般人でも待遇が良いところに転職するのと同じで、あくまでも認められた権利の行使なのに。確かに成人君子はごくわずか。でも女性問題を盛大に起こしておいて、ファンなどにもしっかりした謝罪がなく、かなりの温情対応した西武に対しても誠意なき態度、おまけに言い訳じみた意味不明なコメントを出してさっさと出ていくような人間と成人君子を比べてもな。野球選手が皆成人君子だと思わないが、遊びや犯罪でない悪事が公にならないように管理してほしい。憧れてる人たちを本当の意味で失望させないで。山川選手頑張ってください。あまり外野がいろいろと言うのはダメなような気がします。後輩思いの優しい人に見えます。頑張ってください。応援しています。